ホビーマスター72分の1スケール大キャスト飛行機、ロシア空軍 SU-57 ステルス戦闘機053です。こちらのモデルは、全長が約27センチ。こちらのウィングスパンが約 19.5 センチの金属製のミニチュアモデルになります。金属製ですのですごいずっしりした重量感があります。で、こちらの方がまず、正面の方になっております。こちらがコックピットがあります。で、コックピットの方はちょっとこれで見えますでしょうか。中に、メーターとかが細かく、塗装やこう模様が書かれております。そして、こちらが左の方の、方になります。かなりこう薄い機体ですね。もう本当にペタッとしてます。で、後ろは、上の方はこういうようなちょっとデジタル迷彩のような、模様になってます。で、この端の部分にちょっと濃いグリーンで、色が入っています。で、尾翼の垂直尾翼の方にはこの053っていう、こうロゴが入っています。そして、こちらが後ろのジェットノズルの部分になります。この見えるかな、結構大きめのジェットノズルが2機ついています。で、こちらが、右ですね。右側も同じように垂直尾翼にこの053という文字と、こういう、主翼には、デジタル迷彩のような模様があります。で、こちらが左の、機種の方ですね。そして、こちらが、裏面になりますけれども、この辺が、難しいな。ここが主翼、ノーズギアで前の車輪が出るところと、ここが後ろの車輪のメインギアのところですね。で、この真ん中のところにちょっとぽっかり穴が開いてるんですけど、ここがウェポンベイだと思います。そして、主翼の下にはミサイルをつける、こうアタッチメントが、入っています。そして付属品の方がですね、こういったような、のが入って、ちょっとごめんなさい、ビニールに入ってるので光っちゃってるんですけども、ここに入ってるのがノーズギアとメインギアですね。で、こちらが、ミサイル、これは主翼の下につけるタイプのミサイルですね。で、こちらが、こう引き込み、メインギアの引き込み脚のところのカバーですね。で、こちらに、パイロットや、これがノーズギアのカバーとかですね。で、ここがウェポンベイのところの閉まってる場合の、蓋と、あと開いてる場合の蓋ですね。あとこちらが増設の燃料タンクになると思います。このようないろいろこうアクセサリーなんかもついていますので、これでこう飾っておくとすごくこう見栄えが良くなると思います。これで以上です。